はい、それではウィザードリーに続きやっていきましょう。またちょっとね、1ヶ月ぐらい空いてしまいました。申し訳ございません。で、ちょっとここのところね、地下9階ばっかり行ったんで、さすがにこう見てる方もね、で、何より私もね、ちょっと秋が来てしまったので、ちょっと今回ね、頑張ってマーフィー狩りをしてですね、レベルをですね、ほら、お粗末以外みんな11になってますね。上げております。で、結構ね、欲しい呪文も揃ったので、例えば、これですね。マディ。これはまあ言ったら、ベホマと S、全然ゲームが違うけど、ベホマと S なって、ケアルガと S なって言ったらいいかな。まあ HP を全回復させつつ、脂肪と肺以外を回復させるっていうね。まあ、これ使えるうちは安心できるよねっていう。で、カラマツさんも、そうですね。マダルト。まあ、ダルトの強化版ですね。まあ、マッカニトが効かない的にはこっちを唱えればいいかなと。で、ラカニトとか、まあ、ジルワン。ジルワンはこれはね、まあ、とある敵にしか使わないですけど、まあ、このあたりを覚えたので、もうね、こんだけ強くなれば、まあ、ちょっと若干装備が不安ではあるんだけど、地下10階に行っても良いのではないかと。思うわけでして。なので今回いよいよ地下10階に侵入していきます。はい。ではいよいよ行きますか。おい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 。おい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 。俺の顔忘れたか。俺の顔忘れたのか。お前らごときに負けるわしではないぞ。よいしょ。よし。これに来れたら出てくるんじゃないよ、本当に。ふぅ。ちょっとなんか、しばらく会わないうちに我々の顔を忘れた？ちょっと一発食らっちゃったじゃないか。ふざけやがって、一発食らっちゃったな、もう。ま、いっか。そういえば、話そうとしたら、ブルマの新しい声優さんが決まりましたね。佐川彩さん。まあ、私、佐川彩さんって言うとやっぱり、ニャモを思い出すんですけど、皆さんどうですかね。まあ、結構少年の役の声とかもやってますけどね。フルーツバスケットのユキくんとかね。意外と、アズマンガ大王を知らない人も多いのかな？四つ葉とはわかると思うんですけど、アズマンガ大王意外と知らないのかな？よし。アズマンガ大王、ほんと21世紀の4コマ漫画は、アズマンガ大王から始まったと言われてる4コマの歴史を作った作品なんですけどね。意外と知らない人も多いかもしれないですね。私が中学生ぐらいの頃の、作品だからな。これやっとくか。ちょっと、アーマークラスは下げといた方がいいな。ダルトぐらいやっとくか。あんまり油断できないから、やっぱり来た。やっぱり毒食らっちゃったか。あんまりね、油断できないなと思ったんだよ。結構食らってるな。一応、スタナーぐらいだったら、外しちゃっていいかな。怖っ。よし。ちょっと回復しなきゃね。ラッティモフィス使うか。よいしょ。回復もしておきたいから、ディアルマ使うか。よし。これで行きましょう。はい。では、ここですね。行きます。いざ、地下10階へ。金の飾り額にメッセージが記されてあった。その文字は彫り込まれており、様々な色に点滅していた。貴様たちは主なる魔術師、ワードナの領地を侵しており、貴様たちが我が守衛たちを破ることなど無理であろう。ましてや、
お俺様と戦って勝とうなどと夢にも思わんことだ。そこで哀れな貴様たちにこんな手がかりを教えてやろう。コントラテクストラアベニュー、ついトレボーサックス。確かにファミコン版だったらこれくたばれトレボーって書いてたと思うんですけど、多分このヒントの話はですね、ここのことを言ってると思うんですよ。これ一歩進むと城に戻れます。で、こっから小部屋が何個かあるんですけど、この小部屋入ったところで絶対戦闘が発生するんですね。で、その奥にさっきのスタート地点に戻るワープゾーンと次のエリアに進むワープゾーンがあったはず。ちょっとね、勝てるかどうか本当わかんないんですけど、よし、ちょっと行くか。行きます。なんだっけこいつ、こいつそんな強い相手な記憶があんまりないんだけど、呪文とか使ってこなかったような気がするな。これで様子を見るか。よし。え、あれ、さっき一人じゃなかったっけ。あ、仲間呼んだ、ひょっとして。こいつ仲間呼ぶのか。いや、逃げやがった。え、消化不良。ちょっと待って、テレポーターやばいな、怖いなこれ。地下10階でテレポーターに引っかかるとですね、ほぼ確実に全滅しますね、運が良くない限りは。よし、あぶねー。どうしよう、もう一戦ぐらいいけるかな。これが次の、ん？ああ、守衛の時点は退治したようだが、まだまだおるぞ。引き返せるうちに戻るのがよかろう。死ぬ運命にある者たちよ。うん、こんな感じでワープゾーンをどんどん渡り歩いていくんですけど、必ずあの部屋の中には、スタート地点に戻るワープゾーンも配置されてるんで、そういう意味では死にづらいといえば死にづらいですね。さあ、ほんとね、この地下10階から敵の強さが尋常じゃないですからね。やばっす。やばっす。これはちょっとさすがにやばいですね。モンティのが開幕で間に合わなかったらほぼ死ぬからね、あれ。かといって、逃げたことによって結果が良くなるとも限らないんだけど、これは良くなったね。ただこいつらそんないいもん持ってなさそうなんだよな。ガス爆弾ですね。よし。ちょっと安全策で一旦戻りますか。うん。一旦戻ろう。あんまり深追いしすぎてもね。経験値そんなもらってないけど、まあ、とりあえずなんかもらったものは鑑定しておくか。よいしょ。では、巻物。まずはこの巻物を鑑定してもらおうか。よいしょ。カティノの巻物。まあ悪くはないな。巻物系は、こっちが先制攻撃してる時も使えるんで、悪かないね。持っといて損はないか。じゃあ次は担当かな。よいしょ。お、早技の担当。これはチョロマツあたりに渡したいかな。あ、装備できないね。誰が装備できるこれ。
違う。チョロマツだね。誰が装備できるのかな。誰も装備できない、ひょっとして。まあ、いらないか。前衛は多分これよりも、普通に剣の方が強いと思うから。じゃあ最後この杖かな。よし。モグレフの杖。まあ、持っててもいいかなぐらいか。まあ、ぶっちゃけなくてもいいかな。モグレフだし。よし。じゃあ立て直してもう一回いきますか。はい。では続きやっていきましょう。まあ、先ほどの地下10階の感じは、まあ、だいぶ楽な敵が多かったから良かったんですけど、ただね、不意打ちとか食らっちゃうとね、さすがに、もう一気に殺される可能性がやっぱり出てきますね。特に、あれかな、ポイゾンジャイアントとかあの辺が怖いかな。敵の先制攻撃の時ってね、まあ、敵、まあ、先制攻撃だから呪文は使えないんですけど、ブレスは普通に使ってくるんで、だからブレスを吐く敵が一転して、本当に怖いというか、特に、ポイズンジャイアントは、ブレスのダメージが、HP 満タンの時だと、40とか食らうんで、もう2発食らったら、ほぼみんな死にますよね。こいつらはあれですね。詐欺集団ですね。マッカニと使うか。どうせ多分ね、地下10階ってそんなにね、マッカニとか効く相手が出てこないと思うんですよ。もう使った方が早い。し、安全でしょ。テレポーターか。引っかからなければ。よし。じゃあ、地下10階行きましょう。毎回このメッセージが出てくるのが鬱陶しいけどね。だからここね、道中に敵が出てくるのが本当に困るね。よし。出てこなかったね。では、行きます。お、これは美味しい。どうしようかな。一応、マツは使っとくか。このウィル・オブ・ウィスプはですね、そんなに危険性はない敵なんですけど、あ、結構強いな、でも。でも経験値ものすごいくれますね、こいつ。ただ、攻撃が当たりにくい。でも、ほぼ呪文は効かないので、殴り殺すしかないですね。警報。警報か。よし。お、ゴフ？なんだろう、ゴフって。左上ですね。よいしょ。わかった。ちょっと、扉の前まで行ったら、市松をちょっと回復した方がいいですね。出るなよ。よし。ちょっと回復しよう。よいしょ。微妙っすね。マディ使っときゃよかったかな。でも、まあ、いいや。とりあえず、これでいこう。言ってるそばから出ましたよ、これ。よし。殴り返せ。よし。よかった、よかった。向こうが先制してきたら本当にやばかったですけどね。メイジブラスターはそんなに怖くないから大丈夫だ。メイジブラスターだな。よいしょ。よし。まだいけそうな気はするんだが、
ここか。もう、一戦行ってみるか。出ないでおくれよ。この道が結構長い。怖いからやっぱ回復しといた方がいいやん。よし。行きましょう。これに勝ったら戻ります。こんな時に限ってやばいのが出てきたりするか。あ、よかった。安心。呪文はまあ、効かないから、身を守るしかないですね。よし。いけいけいけ。強いな、やっぱり。よし。やっと一体殺した。なかなかやっぱ当たんないですね。よし。美味しい。非常に美味しい。本当か？こんな深いところで毒針なんか出る？毒針だね。ほんとか？よし。戻ります。こんなところに毒針出るんだね。はぁ、あ。よし。じゃあとりあえず。おぉ、なんかいっぱい持ってるな、カラマツさん。とりあえず、トドマツに渡しとくか。よし。で、カラマツを外して、呪われし男を。じゃあ、早速、鑑定していきますか。ちょっと今回は本当に美味しかったですね。結構いっぱい持ってんな、こっちも。じゃあこの辺から渡していくか。さて。うおぉ！もう鑑定する必要ないけどな。呪われてんでしょ、この剣。まあ一応正体は見破っておくか。しょぼい武器に呪われたな。あ、でも、バランスよく呪われてますよ。ブレストプレートにシールドにショートソードですからね。バランスはいいですね。じゃあこの盾。よし。シールドプラスワンか。これはそんなに必要ではないな。みんな知ってるもんね。じゃあ、ここだな。じゃあ、この、コテかな、これは。よし。銅のコテか。銅のコテはみんなしてたような気がするな。あ、おそ松がしてないのか。じゃあ、おそ松に装備させとこう。よいしょ。いいですね。どんどん強くなってますね、我々。じゃあ、杖ですね、次は。よし。メイスプラスワンか。いらないな、売っちゃうか。これは売っちゃいましょう。じゃあ、次は、この鎧二ついっとくか。よし。お、プレートメールプラスワンだ。これはいいのではないか？多分ブレストプレートプラスワンよりいいはず。うん。上がったね。じゃあ最後に、この鎧ですね。プラス2。プラス2でも鎖片びらはいらんやろう。よし。多分、
鎖片びらプラス2よりブレースプレートプラス1の方がいいと思うんだが、念のために見てみる？変わらんね。だったら、いらねえか。売っちゃうか。よし。いや、ちょっと今回ホクホクですね。では、立て直すか。はい。では、多分時間的にはこれが地下10階ラストアタックになるかな。よいしょ。思いっきり壁にぶつかってますけど、まあ、ダークゾーンですからね。しょうがないですね。よいしょ。いや、シーズン1の時よりもだいぶ、なんていうの？運がいいというか、うまいこと、地下10階で立ち回れてますね。お、敵が出なかったよ。ただ、ここで敵出ないってね、意外と死亡フラグの可能性もあるので。いやー、ちょっとこれは無理です。ちょっと、メイジはね、ほんとやめてほしいんですよね。気づいてな、あ、一人だ。一人ならやる。よし。一応開けるか。テレポーター。怖っ。よし。よいしょ。もう読まなくていいでしょ、これ。だいたいわかったよ。よし。じゃあ。第一戦いきます。レベル8ビショップはどうだろうな。モンティノが効きゃレベル8だから魔界とは効かない。曲がると言っとくか。やばいやばいやばい。寝てるー寝てるモンティの効かなかった今。よし。あーでも、だいぶ後ろに下げられたな。まあでも、レベル8ビショップだからね、そんな強い呪文は使えないんですよ。ビショップってレベル、呪文を覚えるのが遅いんでね。そんな強い呪文は使えないですね。もう、どうしようかな。ダルトぐらいでお茶を濁すか。お、隊列戻ったよ。よし。でも結構被害を受けている。怖いね。怖い。嘘でしょ嘘でしょ。ここで出てくるのやめてくれ。こいつか。馬松ぐらいしとくか。で、呪文無効果はなかったんじゃない？この人たち。マカニト。よし。どうしようかな。もういいや。今のうちにマディで市松さんを回復しとくか。マガルタ取っとこう。ダルト行こう。よし、あとは殴り殺そう。よし、ふう。嘘でしょ。ちょっとついてなさすぎませんか。ダメダメダメ。そんな、ヴァンパイア、しかも、中途半端に2グループに出てきやがって、あいつら。ダメダメ。ちょっと回復した方がいいやん。これでいくか。
おりゃ。これはやっておきたいな。待った。ここでこそ。待って、この宝石の風ってなんだろう、これ。わからんけど、まあいいや。カティナの巻物を使っとくか。全然効かない。まだいると。よし。ふう。メイジブラスターか。分かれたんですけど。どっちだ？どっちを信じればいい？カルフを信じる。よし！よかったー。よかったー。さすがに戻るか。ふぅ。この人の持ってる鎧をこっちに渡しといて。よいしょ。よし、じゃあ鑑定タイム行くか。こう巻物は大したもんではないだろうけど。意外としぶといな、これ。いらねえ。ディルトの巻物いらねえよ。これは売っちゃうか。じゃあこの杖ですね、次は。こんだけやって呪われないってことは、うん。杖プラス2。杖プラス2。持ってるね。じゃあ、鎧かな？よいしょ。お、これも、呪われないということは良いものなのではないかい。中立の鎧とか出てきやがった。中立いねえよ。中立いねえ。そんなもん出る。でもなんか装備できそう。装備できんのかこれ。なんかでも呪われそうだな。性格が違う装備をすると呪われる可能性もあるしな。ちょっと怖いよ、これ。やめとくか、一旦。あとはこの巻物か。巻物は大したもんないだろうからな。いらねえ。クソいらねえな、これ。ふぅ。はい。ちょっとね、時間的にもうワンアタックぐらいいけそうなので、ちょっともう一回、地下10階行ってみようと思います。いやー、ちょっとね、この冬は、本当によく風邪をひくっていうか、一シーズンで2回も風邪をひくことがあんまりなかったんですけど、今年は、
やっちゃいましたね。ちょっとね、実況も取れない週が続いたりして、本当に申し訳なかったんですけど。あー、やっぱ出てくるか。さっきは本当運が良かったね。ドラゴンフライか。うっとうしいんだよね。あー、ダルトいらなかった。もったいないことしちゃったな。そんなに俺たち強いのか。ちょっと自分の強さを過小評価してますね、私。これは殴り込む。ああ、間違えた。まあいいや。ハリトぐらい無駄打ちしても。テレポーター、テレポーターか。怖いな、なんか。調子が悪い、調子が悪い。怖っ。嘘でしょ。嘘でしょ。有効的って言いながらすぐ逃げるっていうね。ちょっと忍者はね、即死があるんでね、本当にやりたくないですね。で、この地下10階は本当できる限り通路では会いたくない。よし、では第一戦いきます。8匹もいるの？多くね？多くね？ 8 は多いだろう。マダルトしとくか。死なねー。これでどうよ。これであとは殴り殺せ。よし。ふう、警報、警報だね。よし。ここですね。嘘でしょ。部屋の前まで行ってから回復したいな。お前か、お前か。どうしよう。モンティのしときたい。絶対ラカイトとか効かないよね。ダルトするか。うっそ、痛い痛い痛い。よし、死んだ。っていうか通路だから逃げてもよかったんだけどな。よし。待って。奮発しよう。市松にはマディを使っとこう。で、ディアルマを。もうディアルマはふんだんに使っていいでしょ。よし。これでいこう。第2戦。これはやりたい。やりたいけど、ちょっとマスター忍者を先にやらないとまずいよね。いや、ちょっと待った。馬松。ちょっとブリーバー一旦置いとこう。マスター忍者を殺すしかない。よし。で、呪文か。ラカニトでなんとかならない？あんまり効かないな。あ、なんか増えてる増えてる、どんどん増えてる。わかった。あー、でもマダルトがあと1回しか使えないのか。お、ちょっと増えすぎ。君たち増えすぎ。
あ、でもこれ養殖したらひょっとしてレベル上げに一役買ったりするのかな。そんな問題じゃないな。ちょっと終わんねえぞこれ。やばい、終わらん。よし、テレポーターか。怖っ。あと一戦いけるかな。怖いな、ここで出てこられたらアウトなんだけど、よかった。よし、ラスト行こう。うっそでしょ。逃げれない。ちょっと待って、嘘だ、やめ、やばい、やばい、やばいぞこれ。ちょっと待った、これ本当にやばい。とりあえず前衛を回復させないとまずいね。いや、最悪ちょっとカラマツさんは見捨てるしかないかもしれない。あー、行くしかないなこれ。あー、帰っときゃよかったなさっき。なんか強いのしか出てこないんですけど、なんか小回しの方が出てこないの。嘘でしょ。ちょっと待って、やばい、やばいぞこれ、やばいぞ。あ、しまった、回復してない。ちょっと待って、やばい。ちょっとどうしよう、どうしようこれダメだろうな絶対。これ絶対ダメだろう。やっちまったな、これ。うわ、これ絶対やっちまったな。うーわー、これやーべえ。いや、てか、ダメだ。これ前衛回復させないとまずいわ。ほっ。から帰れたら本当に奇跡なんだけどなあ。無理だよなこれ、これ絶対無理だよ。あ、これはチャンスなのでは。これチャンスでしょ。ちょっと待って、もう呪い解いちゃうこれ。効かないな。これなんでこいつらがここに出るんだろう。やった、すげえチャンスじゃんこれ。よし、なんか知らんけど生き残れた。よかった。意味がわからん。はぁ、生き返ってくれるかねこれ。たけーなー、頼みます、お願い、生き返って。よし、生き返ってね。よし、よかった。なんか知らんけど、じゃあちょっと鑑定して終わっとくか。ボロボロだな。
いや、よく俺生きて帰ってこれよな、本当に。本当に、またか。本当よかった。もう、絶対終わったと思ったもん。この鎧ですね、次は。よし、いらねえよ。レザー、あんな死ぬ思いしてこれ？嘘でしょ。あんな苦労したのに。いらねえ。いらねえよ。うわ、もうなんかショックでショックで。